はい。あ。メロキッズクラブ。いらっしゃいいらっしゃい、かき氷はいかが？あ、さっき全然売れないね。あ、やっとお客さん来たよ。こんにちは、かき氷屋さんですか？そうですよ、すぐにお作りできますよ。けど今日寒いんでやっぱ大丈夫です。あ、お客さん帰っちゃった。あ、このままじゃ経営破綻しちゃうよ。惜しい。どうしよう。あ、占いやってるみたいだよ。 100% 当たるって。行ってみよっか。どこなの？こんにちは、おじいさん。こんにちは、占いに来たのかい？そうです、お願いします。何について占ってほしいんだい？かき氷屋をやってるんですけど、最近売れ行きが良くなくて。よし、じゃあ占ってあげよう。何か分かりましたか？君たちのかき氷屋は普通すぎるね。今のご時世、普通のかき氷じゃ売れないよ。ここ割れてるよ。どうすれば売れますか？よし、じゃあ君たちに商売繁盛のおまじないをかけてあげるよ。わー、はい。君たち、そのステッキをぐるぐるしてくれたまえ。ぐる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 。わあ、すごい。わあ、すごい。それは魔法のかき氷機だよ。魔法のかき氷機。そう、それを使って魔法のかき氷屋さんを開店するんだ。わかりました。やってみます。ありがとうございました。いらっしゃいいらっしゃい、魔法のかき氷屋だよ。こんにちは。ん？魔法のかき氷屋？はい。本当に魔法が使えるんですか？はい、使えますよ。どんなかき氷が食べたいんですか？それじゃあカラフルなかき氷をお願いします。お茶の子さいさいです。いきますよ。えーい。わあ、カラフルなかき氷だ。本当に魔法が使えるんだ。インスタ映えやばい。友達に自慢しちゃおう。ありがとうございました。早いな。足早い。シュンと。すいません。いらっしゃいませ。ここが今話題の魔法のかき氷屋さんですか？はい、そうです。どんなかき氷をお作りしましょうか？それじゃあ溶けないかき氷をお願いします。溶けないかき氷ですね。わかりました。あ、ジェリースモが出てきた。これで溶けないかき氷を作るんだよね。それじゃあ早速作ってみよう。まずはゼリーシュノーを砂に入れます。水です。まずはゼリーシュノーを水に入れます。おー、どう？ぐるぐるぐる、ずっとずっとずっと、ずっと、ずっと、ずっと。おー、うわー、気持ちいい。一番下まで入れられるんじゃない？お皿に盛り付けます。シロップをつけます。綺麗にかけすぎでしょ。ああ、飾り付けをします。靴さえやってたら溶けないかき氷できましたよ。はい、どうぞ。
わあ、すごい。こんなの初めて見ました。ありがとうございます。こぼさないでよ。このオラフのかき氷があればもう大丈夫だね。めでたしめでたし。ミルキッズクラブからのお知らせ。ミルキッズクラブでは動画に出てくれるお友達を大募集しています。今夏休みを楽しんでいるみんな、ぜひぜひミルキッズクラブに遊びに来てね。応募方法は動画の概要欄をチェックしてね。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているのでぜひチェックしてください。